はい、皆さんこんばんは。5月5日子どもの日のボギーチャンネル、私、日本の頃参議院第4支部、支部長のボギーテドコンと、今日私の横にいるのは、クマさんことボギー中佐でございます。まあ、今日はもう子どもの日ということで中佐この格好で非常に、はい、もう絶好調かましてたんですけどね。まあ、今日実は私たち昨日沖釣りに行ってですね、あまりにも魚が釣れないんですから、今日はぜひリベンジで大物を釣り上げようということであるところに行ってまいりました。はい、するともう本当に魚群探知機にもう映るわ映るわわらわらとかなり、湧いておりまして、もう本当に、まあ、突っかかってくるのはいなかったんですけど、まあ、大量といってもいいかなというふうに思いました。今日はその様子も、お届けしていきたいと思います。今日はですね、このクマさん一生懸命頑張ったお話なども皆さんにお伝えをしていきたいと思います。ではクマさん、素顔をよろしくお願いします。はい、いやこれ被ってると喋れないので。そうですよね、失礼しました。いやかなりこれでも十分怪しいですね。怪しいです。そうだ、私サングラス忘れてきた。はい、ということで早速生き餌の中佐ということで、今日も中佐、はい、高級部なんですけども、130名の方が見えられてますね。すごいですね、はい、こんなにたくさんの方々がすぐ来てくれるなんて、やっぱり嬉しいことでございます。はい、はい、ということで今日も早速皆さんのご紹介をしたいと思います。最初に、はい、桑原さんこんばんは。それからミサチニアさんこんばんは。コーデさん、寿司ゴンゾーさんこんばんはでございます。はい、ニラもありがとうございます。フォロンさん、塩沢さん、新満さん、南大阪の田舎門さんありがとうございます。それからエメラルドさん、はい、猫吉さんお茶ありがとうございます。ナナさんお茶ありがとうございます。はい、つけちゃんもおめえになってますかね。はい、リスコさんにディフリフェアリこんばんは。ユキトさん、日本高松りさん、ハロドさんにユーチーさん、はい、それから藤田モンドさんに緑亀さん、ハロドさん、ウッチーさん、はい、ありがとうございます。それと、大きな財布愛好会の埼玉出張所所長小笠原所長、はい、ブラックストーンさん早速ご覧になったんですね。入れ食いでございましたよ。はい、淳くん見てるのコシさん、どうもこんばんは。はい、そして南大阪の田舎門さんも今日よろしくお願いいたします。はい、白洲わかめさん、はい、どうも。はい、ナナさんお茶ありがとうございます。キティラさんこんばんはございます。シェリーさん、はい、今日もありがとうございます。はい、コレキオさんも、はい、そしてエロマジンさんもお見えになってますね。いやでも今日本当に中佐楽しかったですよね。楽しかったですね、はい、今日は。247323さんどうもこんばんはでございます。はい、それからラッタン335さんもお見えです。ハイロウサギさん、ニラありがとうございます。ジェシーさん、はい、アカウント戻すの忘れてた、改めましてこんばんはということで、ジェシーさんこんばんはでございます。はい、はい、小笠原所長、はい、ニラありがとうございます。カーターさん、おきっぴきお魚ということで、今日はそれをね早速皆さんにお見せしていきたいと思います。まあ、実は今日5月の5日で高級日ですから、本来であればもう静かにしてた、静かに子供たちと遊ぶ日だと私は思ってたんですけど、どうもそうじゃなかったですよね。はい、まあ、当然ながら沖縄タイムズさんの話ではこのような感じで、まあ、昨日のやつですね、5月4日、シュワブ沖ゲート前とも、お休みと、7日までお休みっていうふうになってるんですよね。で、北向きやんばる方面は途切れることがありません。まあ、行楽客の方が多いということでお休み、はい、活動家の皆さんはお休みということで、さすがに子どもの日はいないだろうということで、実はこう中佐がこんな格好でエントリーしました。いやー、新満さんご覧になったんですか、ありがとうございます。いやでも中佐今日の朝本当に入れ食いでしたね。はい、入れ食いでした。
いやでも暑くなかったですか、この環境。いやもう、まだ日が照ってなかったから良かったですけど、もう汗だくでしたね。しかもそんな状態でしたけど、ちょっとは痩せれたかなと思います。そうですね。今日なぜ調査このような格好をしたんですかね。やはり5月5日の子供の日ですからね、あのスクールバスの子供さんたちとか親子連れに喜んでいただければと思って、この格好に挑戦してみました。もうシェリーさん、調査本当にもう可愛いんですよ。この子供の日に合わせてこのコスチュームをわざわざ探してきてつけてるんですけど、これ暑いですよ、中佐。これ暑いです。やっぱ暑いですか、これ。はい、ハイローサギさんが着ぐるみダイエットっていうことで、エスコさんお気に召しましたかね。もうこれでね、子供たちに手を振るもんだから、スクールバスの子供たちみんな大喜びでしたね。はい、振り返ってまで見て手を振ってましたんで、やっぱりこの着ぐるみの威力ってすごい、すごいですね。パワーがすごいですね。はい、そうです、カータンさん、子供たちに笑顔をっていうことで、私たちは今日、今日の釣り場はですね、カデナのゲート5、まあ沖縄タイムズの記事を信用して、まさか子供の日にはいないだろうっていうふうに思ったんですけど、ところがですね、ところがドーン、いました。魚群探知機にもう反応するわ、反応するわ。いや、こんなにたくさん、どれなんでなんですかこれ。中佐すごかったですよね。はい、本当にエメラルドさんいるじゃないかっていうこと。寿司ゴンゾーさん好きですね。合う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 ということで、安定の宮平先生でございます。そうなんですよ、榎本さん、子供の日にこの人たち孫いないんですかね。はい、あどうも、あのお茶ありがとうございます。いや、日本のこの様、お茶ありがとうございます。はい、ヘアズゼエーパーさんですか。はい、どうもありがとうございます。いやもう本当にこのオキペキ探知機にもうわら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 、いやこれスクールバスはアメリカの休日ではありませんので、今日スクールバスいっぱい走ってましたよね。はい、いっぱい走ってました。はい、そういったスクールバスの、ね、子供たちにこういったえげつないものを見せる羽目になってしまいました。実はこの連中こんな感じで動いております。トン、はい、これはあの今日中佐と私と仲間たちが行った、カデナのゲート5、はい、Google の、写真なんですけど、ちょうどこの活動家の往来妨害コースっていうのがありまして、彼らをこのちょっと赤い円になってるところを何度も何度も、はい、回るんですよ。10回ぐらい回ってましたよね、中佐ね。そうですね、なんか何がしたいのかわからないんですけど、うん、大名行列なんでしょうか。回遊というんですが、徘徊というのか。で、回りながら、あ、目抜きさんどうも、こんばんは、こでございます。はい、ぐる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 回って歌を歌ってるんですよね。はい、あの座り込めっていう曲歌ったり、立ち上がれっていう曲歌ったり、はい、お前ら座り込みたいのか立ち上がりたいのかどっちなんだよということで、はい、いや本当に24732さん、その通りでございます。ピキピキ海遊コース、面白いですね。玉しずめさんどうもこんばんは、んこでございます。たけちゃんさん、お茶ありがとうございます。りゅうさんありがとうございます。まあ、これね、結構でも距離あるんですよね、中佐ね。はい、これぐる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 、これ片道でだいたい50メーターぐらいあるんですけど、はい、それを往復で約100メーターぐらいですか。はい、それをあの10回ぐらい回りますんで、はい、結構な距離を歩いております。しかし彼らはすごいお元気なんですよね。そしてあのこいつらが渡り始めますと、こういうふうに警察官が車を制止します。当然ながら横断歩道なんか渡りません。はい、この基地と民間地の間の、境界線、黄色い線ギリギリのところをこうして移動しながら、信号待ちをしている車に罵声を、まあ、浴びせたりするんですけど、いや本当に見ててね、もう気持ち悪い。はい、そしてこのメインの大通りを渡りますと、この進入路もこうしてゾロゾロと渡っていきます。はい、進入路ですね。これは小さな道路で、本線からまあ
左折をして基地内に入る狭い、進入路なんですけど、ここもこのように彼らは入っていきます。はい、当然横断歩道なんか渡りません。全然渡りません。横断歩道を渡るときにはこうして、はい、先ほど横断歩道でないところを渡って歩道を通ってですね、それから今度おもむろに横断歩道の前を俺たちの権利だとばかり通ります。結果的にこう通りますと基地の中に入ろうとしている車が通れないんですよ。こうしてね、何にも生み出さない不毛ないわゆる徘徊を延々と続ける。徳川丹生さん、こんばんは、こでございます。本当に薄汚い、うん、そうですよ、少佐場さん、感情ですよ。でもこれ、中佐見てたら本当にマスターベーションですよね、これね。そうですね、うん、本当になんか誰のためでもない自分の、まあ、自己満足のためだけにやってるんだろうなという感じですね、うん、私もそのように見えました。まあ、実際こうして、車を止めてですね、止められた車すごいやっぱり嫌な顔してますよ、みんな本当に。そしてこうして道を渡って、で私たちを睨みつけるおばちゃんもいます。こういう感じで、このおばちゃんが何なんですかこれ、中佐ね。そうですね、いや、あの神に誓って正しいことをしてるんだったら顔出しゃいいんですよ。そうですね、顔もこうしてね隠して、あの一体何がやりたいんだっていうふうになるんですけど、やっぱり顔を隠すっていうことはやましいことをやってるという自覚が中佐あるん、はい、あ、すごい、ラプターさん、あっち系仮面、あっち系仮面うまいですね、あっち系仮面ですか。いやー本当に、いやもう警察官はですよ、もうとにかく事故にならないように一生懸命彼らを誘導してます。今日警察官も12、3名ぐらいいましたよね、調査ね、はい、で彼らにつきっきりで私たちのことを全然無視して無視していました。はい、いや本当にね、半吉信者っていうか、もう旧状況っていうか、もう負の、はい、想念、いやもう怨念っていうか、なんていうか、休日サービスミラゾードということで健康にいいんですかね。はい、結果的にこのように車がやっぱり通れないですよ。最後尾にある拡声器、ワイヤレスの拡声器でね、大声で歌っている活動家がこう渡ります。もう警察官も本当に嫌な顔してましたよ。まあ、今日はあの日本では公休日なんですけど、アメリカは休日じゃないんですよ、平日なんですよね。ですからあのこのような形で今日多くの方々が、はい、基地の中に出入りをしていました。でもね、残念なことに警察官はこのような行為を制止することはなかったですね。そうですね、まあ法的に止められないのか、やはり上に止められているのか分かりませんが、はい、まあ、見ていてこっちもあのイライラさせられるような感じでしたから、アメリカ人のストレスはかなりのものだろうと思います。そうですよね、まあ、こうして最後のやつがもう渡ったらようやくね、まあ、車が通れるような形になります。こうしてやっと車が通せると、はい、もうね、こういった車に子供が乗っていようが、女性が運転していようが、全く関係がございません。とにかく彼らはこの基地に入る車に対して嫌がらせをすることをね、もう目的としているとしか思えない。あ、パトリオットフォアアースさん、どうもこんばんは、ここでございます。でもうこれをですよ、皆さん10回以上繰り返すんですよね、中佐ね、はい、本当に困りましたよね、この人たちね、はい、そういえばさっきの写真ですか、あの、はい、今車のその9番の写真、はい、あのこの写真ちょっと覚えがあるんですけども、はい、この時確か私あの対面に立ってて、うん、運転手さんが子供さん乗ってたんですね。で、やつらがこう渡ってる時に私はもうこのたあのやつら越しに手ずっと熊のぬいぐるみ着て着ぐるみ着て手振ってたんですけども、はい、あの親御さんがあの僕に気づいてあの指さして、多分子供さんにあの、あ、熊がいるよって感じで、これですね、はいはい、このようにね、あの彼らに嫌がらせをされて嫌な顔してても、我々を見るとこうして笑顔で
手を振って行ってくれるんですよ。実はこれあの後ろの席にもあの横にも子供さんお子さんが乗ってるんですけど、子供も一緒になってね、はい、一生懸命手を振ってましたよね、はい、どうです皆さん、どっちが平和ですかね、はいはい、私はどう見てもこの笑顔をいただく方が平和運動だっていうふうに私は感じています。そうです、ブラックストーンさん中佐の、はい、この着ぐるみ作戦大成功、ね、嫌な気持ちになっている子どもたちみんな大喜びですよ、はい、スクールバスの子どもたち、そしてこうしてあのお母さんが学校に連れてくる子どもたちみんな中佐見て大喜び。いやでもねこうしてあの子どもたち、ね、子どもたちに対してこんな平気でやっぱりヘイトかますっていうのは私どうかなっていうふうに中佐思うんですけどね、はい、一般の方々もすごい嫌な顔をしてましたよね、はい、そして彼らはこうしてあの横断歩道をゾロゾロと渡ります。いやー中佐本当にこれはもうどう見ても徘徊ですよね、徘徊ですね、徘徊で見ての通り若者誰もいないんですよ、はい、みんななんかねあの警察に逮捕されても生活に支障のない65から75の方々ばっかり、まあ元教員が多分多いんだと思うんですけど、今ゆきんこさんからなんで警察官止められないのかと、ね、こう本当に止められないですよね。そうですね、うん、あれでしたよ今日なんかまさかねこいつら私たちが来るなんて予想もしていなかったんですよ。で今日高級部だしのんびり出てきたら彼らがいつも陣取ってるところになんとこの方が陣取っていました。この方でございます。トン、はい、現大総長、私たちはねもう今日彼らがいたらそこには多分立てないはずだから向かい側にでも立とうかと思ってたんですよ。で行くことは前にね決まってたんですけど、これを事前にあの告知すると対策されますよね、はい、明日はあいつらが来るぞっていうことで彼らは早出をして待ち構えてると、そういうふうに私たちは踏みました。よって私あの自分のフェイスブック、皆さん私のフェイスブックご覧になりましたかね。今日の朝のフェイスブックには、2000円で買ったというリールの写真を載っけて、今日はあの昨日釣れなかったのリベンジしてきますということで、はい、書き込んだんですよ。これはあの彼らを油断させるいわゆるブラフ、はい、ブラフあのいわゆる誘導みたいなものでございまして、まんまと彼らは、これに引っかかった。そして今日私たちがここに来るなんて、思ってもいなかった。するとここに一足早く着いた源ちゃんが彼らがいつもいる一番あのメインにしている場所を陣取ったわけです。でそこに、ほどなく到着した私が機材を下ろして、横断幕を張って、もうここはもうお前たちに今日は渡さないということでデーンと、はい、構えました。で今日はカメラが実は今日ですね、チャンネル桜のスタッフの方も取材に来ておりまして、まあ、私たちのカメラも含めましてカメラが6台ですよ。彼らカメラが1台だと襲いかかってきます。1つ潰せばもう映せない ところが6台で、ね、もうあらゆる方向から撮ってるもんだからみんなも諦めちゃって今日は撮るなとか一言も言わなかった。逆に向こうもね撮ってましたけど、どんどん撮ってくれっていうことで僕ら手を振ってました。でもねこういった風に私たちが手を振ってる動画とか彼らは絶対に流せないんですよ。なぜかどっちがおかしいかってのは分かっちゃうじゃないですか。ネトウヨがねあのヘイトをやってると平和運動の邪魔してるっていうことで動画流したところで映ってるのは私たちが手を振っておはようってグッドモーニングってねやったんですよ。そんなの載せたら誰が悪いかバレちゃう。スズネクさんそうですね、因縁つけられはしましたけど暴力は振るわれておりません。はい、まあ、ですから私もやっぱりやるからには参加者の安全を第一にというふうに考えています。ですから、時々このように、まあ、前もってあの計画は決めてはいるんですけど、あえて
ブラフを流してですね、彼らを油断をさして、その彼らのところにズドンというふうに、はい、ミサイルを撃ち込むこともございます。今回がそれですね。はい、5月5日、彼らは私たちが来るなどと思ってもいなかった。私のフェイスブックを監視しているオッパイオもですね、まあ、テロコンは多分今日は、県外から来たの中佐っていうのと、どっか釣りに行ってるんだろうと。ところが自分たちがそのターゲットにされてるなんて、これっぽっちもね、中佐、はい、思わなかったでしょうね。はい、いや、私たちも彼らがわらわらと現れたとき嬉しかったですよ、はい、魚群探知機に映るね、ゴル君みたいな感じで、はい、来た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 っていう感じで、でも中佐は全く絡まれなかったですね、今回は。そうですね、今回は、まあ、格好が格好だったのか、絡まれなかったですね、はい、勇気の行列のそばまで行ったんですけど、そうなんですよね、着ぐるみしてるわけのわからんやつだと思われたんでしょうね。いやでもこんな格好してたら中佐やっぱ襲う気にもならんでしょ、これだってこんなクマさんを襲ったら最悪ですよ。何言われるか分かんない。はい、どうもありがとうございます。もう本当にオキパイを大量、本当に大量、魚群探知機、パイオ探知機っていうかね、ピキ探知機ですね。はい、ザクピキ探知機ということで、ゲンちゃんはトイレ以外は暑さは全然大丈夫でございます。はい、まあやっぱりカメラがね多くあるっていうことは非常にやっぱり武器になります。そうですね、米軍関係者も私たち見て手を振るわ、クラクション鳴らしていくわ、大喜びしていましたからね。はい、まあ、このような感じで中佐のこの、着ぐるみ本当に、完璧に決まりました。はい、で実はうちの、ね、メンバーさんもこのオキパイの中に混じったりしたんですけど、どうですかこの目つき、いやもう本当にね嫌な感じですよね。私思うんですよ、自分たちがやってることが正義だと思うんだったら堂々とね顔出しなさいよと、ね、自分たちはこんな顔を隠してアメリカ人にヘイトかましてですよ、卑怯以外の何者でもないですよ。はい、ね、調査卑怯ですよこいつらね。そうですね、顔出さないのもそうですし、近づけば分かりますけど目つきがみんな鋭いんですよね。何をそんなに怒ってらっしゃるんだろうかって思う。そうですよ、これなんかね晴れてるのに、ね、白いなんか雨がっぱみたいなのかぶってパナウェーブかなと思いましたけどね。そうですね、はい、大丈夫かとこいつら、はい、ね、そして目だけ見えるような感じにやってるんですよ。これ確かおばちゃんだったんですけど、そうですね、白影っていうんですか、メデューサ、これ撮ると蛇の髪の毛がわらわらと出てきたりするかもしれない。もう本当にこの人たちこのような感じでね、自分たちは顔を隠して相手を誹謗中傷する、本当にねこれ卑怯としか言いようがないと思います。そして実は私たちの、はい、仲間の宮城さんが絡まれていました。トン、こいつははい、もうなかなか腕も太いバリバリの腕っぷしの強い左翼でございますけど、お前は何を取ってるんだっていう感じで宮城さんに絡んでいました。それは何だっていう感じで、いやー何でもないですよっていう感じでニコニコして交わしていましたけど、いやー宮城さんさすがでございます。はい、まあこの方はボクサーですので、相手がどんな腕が太かろうが関係なくバシッとやろうともやれるんですけど、決して手は出しません。そしてオタクはどちらですかって聞いたら、さあどっちかね、うん、お前はどっちだと思う、ふふふと余裕かましてましたけど、余裕かましてもこんなしてね、6台のカメラで撮られてますんで、もうこれ例えば孫、お孫さんとか見たら情けなく思いますよ。おじいちゃんこんなとこで何してんのと。で中佐は完全にこいつには無視されております。はい、近づいても来なかったですね。全然来ない、近くまで言ったんですけど。そうですよ、はい、いやもう本当にね顔もやっぱ歪んでますよ。そして宮城さんがこれまた面白いことをかましていたんですよね。今日放送見てた人たちは多分わかると思うんですけど、今日宮城さんはこのオキパイの方々なんと後ろからついてってですね、はい、
彼らのその行進の後ろからこの行進があるんですけど、なんかシュールですよね、とっても。なんと宮城さん、この中に紛れ込んで、あの、ツイキャスしながら行進してたんですよ。いや、もう本当に笑いました。今日ちょっと写真の方忘れちゃったんですけど、あの、動画では撮ってありますんで、月曜日のさくらでまた公開しますけど、もうこの彼らの中に見事に紛れ込んで、ツイキャスで実況中継しながら一緒になって行進をしていたというね、非常にシュールなことをやっております。やはり宮城さんでないとできない。そうですね、後であのちょっと動画の方は公開やっときますんで、また、ご覧になっていただきたいと思います。しかしね、本当にこの人たち、もう何回も何回もこうして横断歩道を渡ってるのを見ると、どう見てもこれアビーロードっていうよりは、はい、あのジジイロードと、ジジイロード、はい、ジジババロードっていうんですか、ピキピキロードっていうんですかね、はい、なんか哀れですよ。5月5日本当だったら、まあ、お孫さんと一緒にね、あの、おじいちゃん今日どこに遊びに連れてってくれるのとか、はい、はい、ゾンビロードいいですね、はい、あの、宮城さんがすごい動画撮ってますんで、後でまたさくらで公開をさせていただきます。まあ、このようにね、この人たちには可愛い孫さんとかいないんですね、ひ孫とかね。そうですね、いるのかもしれないんですけど、捨てられちゃってるのかなとかですね。やっぱり中佐見ててどう思いました、はい、この人たちを。あの、寂しい老後かなと思って見てました、うん、あの、子供の日なのになんかその面倒を見てあげる子供さんというか孫さんはいないのかなとかですね、うん、はい、学校の先生だったりするんですけどね。そうですよね、本当に。そうですね、南大塚の田舎者さんのように、子にも孫にも見放されて、あ、もうおじいちゃんと遊んじゃダメ、おばあちゃんと遊んじゃダメって言われて、孤独感でここに来て仲間たちと傷口舐め合ってるかもしれない、はい、と私はあの感じております。いや、宮城さんバレバレですよ。もうこっち系の人間だってバレてるんですけど、それでも果敢に相手の中に入っていくところが実に素晴らしいなと思います。そして私たちは公休日ですので、こうしてちゃんと国旗を上げております。トン、まあ、この、ね、活動家の中に、まあ、宮城さんと話をする活動家がいたんですけど、アメリカは今までいろんなところと、戦争をしてきて一度も謝罪をしていないということでね、至極真っ当なことを、まあ、言っている方もいましたけど、だったらね、国旗ぐらい上げろよと、ね、いくらね、口でそのようなことを言ったところで、国旗を上げない活動というのはもう先が見えています、ね、アメリカが謝らない、じゃあお前たち何なんだということになるんですよ、はい、そして私たちはこのように国旗を上げて、アピールをしました。そして中佐もこのようにですね、もうやりたい放題ですね、はい、ゲートのところでこうして中佐は星条旗、別の方が日照旗を上げて、この日米のフレンドシップをここでアピールをしていました、まあ、この星条旗はいわゆる私たちはあの皆さんのエネミーではございませんと、敵ではありませんよということをね、中佐が、アピールするためにわざわざ持ち込んだものでありまして、今日このようにヘイトでもう本当にみんなが嫌な顔をするゲートで日照旗と星条旗は共に風になびいたということで、まあ、これを見たあの大人たちもすごいね、喜んでましたよ。子供たち、恍惚の中佐ってありますか、やっぱり恍惚なんですかね、はい、いやでも、今回はあんまり取り囲まれなかったので恍惚感がちょっと不足してたんですけど、何をまたド M なこと言ってるんですかね何が取り囲まれたかったですか、本当に。いや、熊を取り囲むのは普通いないんですよ、はい、塩沢さんその通りでございます。やっぱり国旗が掲げられると私たちも本当に身をね律するような感じでピーンとしちゃいますからね、はい、この国旗に対して恥ずかしいことはできないということで、国旗を掲げるときには中佐は熊ではなくて
このように普通の、中佐に戻っております。矢月山さん3名はいっぱいでしたよ。そして彼らはね、歌を歌います。立ち上がれと、はい、あの座り込めっていう曲も歌うんですけど、立ち上がれっていう曲を歌いながらこんななってるんですよね、うん、はい、立ち上がろうということで、沖縄を返せとか言いながら立ち上がれの曲を歌いながら座ってるという非常にシュールな状態でございます。そうですね、彼らの旗は鎌と、これは金槌ですか、はい、いや実は、まあ、彼らの旗っていうのは模様っていうより色で分かります。赤と黄色、はい、赤と黄色でございます。そうですよ、立ち上がろうって言いながら座ってる、はい、立ち上がろうって座る、まあでも、ね、100メートルの距離を10周ぐらいうろ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 警察官に囲まれながら歩いてたらそれ疲れますよね、中佐ね、はい、僕らが見てもやっぱり哀れだと思いますからね、はい、まあそういった中で本当に宮城さんこのような感じでこれ行進に参加してるし、どうですか皆さん、この行進に参加して嬉しそうにしてる宮城さん、もう大喜びですよ、大喜び、なかなか普通できないことですよね。こうして彼らと一緒になって行進をして流してる、これ本当に笑えますよ、はい、そして当然ながらあの最後尾からこうしてついていったりするんですよこれ横断歩道を渡るときに彼らの真後ろからついていくんですけどね、あの公安の方が私のところに来て、テドコンさん危険ですよって言ったから、いやあの方は大丈夫ですと、自分から手を出すことは全くありませんから、あの見ててくださいということで、はい、あの私もかわしましたけど、まあ特に宮城さん暴力的なこと一切しません。いつもニコ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 しておりまして、まさに臨場感のある、はい、そうですね、爽やかな石鹸男ですね、宮城さんは。今から石鹸男って呼んだ方がね、所長いいかもしれないですね。石鹸男、いつも石鹸の匂いがしますんで、彼はすごい清潔感がっていうおじいさん、このような感じで宮城さんは彼らの最後尾からついてぐる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 回っていました。いやもう本当にもうこんな楽しい人たちなかなかいないですよ。そして彼らは一金子さん、老人の中に若者一人と、いやでも中佐本当に、はい、いや思うんですけど、はい、中佐若いの全然いなかった。そうですね、ですよね、なんか唯一若そうだったのはその占領してた拡声器持ってあのなんか掛け声かけてた、うん、おじさんが一番若そうかなと思いましたけど、まあ、それでも年齢は大体 4,50 はいってるかな。いやもっといってます、 60ぐらいの方でした。遠目でしか見なかったんで、はい、まあ、そのぐらいの方でね、まあ一番若くてやっぱり60代ぐらいだったと思うと思います、はい、はい、まあいや信号機こっちついてるんですよ、この信号機に、信号機に従って彼らは道を渡ったりするんですよ、はい、ですからそこで点滅信号になったりするとわざとゆっくり歩いて邪魔したりするんですよね、横断中ということで、はい、そんな感じでございました。でとうとうね彼らもどん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 歩いて、まあ、疲れ果てて最後はもうこういう感じでしたけどね、確か写真があったと思うんですけど、はいはい、10周ぐらい回るともうみんなでこういう感じになっちゃってました。皆さんバテてました、ね、バテてますね、はい、いやカーターさん一応もう交通整理警察官一生懸命やってるんですよ。ただね他府県だと捕まってますね、完全に排除されてます。だって横断歩道でもないところを渡ってるんですから、ね、それもプラカードを掲げて大声出しながらですよ、もう本当にノーベースとか言いながらね、あといろいろ言ってましたよね、はい、はい、もうなんか言ってましたよね、確か、いやちょっと言えないですね、なんとかビッチとかいう声も聞こえたようなですよね、はい、あとアウトオブ沖縄アウって言ってましたね。そうですね、どっかで聞いた声ですよ、はい、とかギラリとか、うん、そんな
聞くに耐えない英語でしたが、本当にスラングですよこの人たちが言う言葉がね、はいはい、何してんのって、そうですね、もうお休み休憩してるところなんでしょうね、はい、はい、そしてもう後半にはこのような感じでいつもの御神が演説を始めました、はい、いやもう本当にこの人たち毎日のようにこんなことやって、なんで生きてられるんですかね、はい、左側は元高校教師、そして右側は元公務員の方でございます。公務員、この方、特にこの右側の方は重機ネットに大反対の団体を作った方でございまして、バリバリの活動家、まあ、左側もバリ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 の活動家、2人とも沖縄ではかなり名の知れた活動家でございますけど、はい、なぜかねこんなことして生活ができるという本当に不思議な人たちでございまして、この人たちを見て私思うのは、特にこの方見て分かるように、もうすごい形相で私たちに睨んでおります。で口も歪んでおります。はい、口も歪んでます。もうあの思想に染まるとね、口も顔も歪んでくるんかなと私思ったりするんですけど、この人たちから笑顔っていうのを見たこと全くありません。常に怒ってる、はい、そうですね中佐ね、はい、いつも怒ってますよね。更新中も目はつり上がってるし、あの口はへの字に曲がってるし、はい、まあ、心は顔に出ると思うんでしょうかね。そうですよね、全くその通りでございまして、はい、まあ、これがまあ彼らのデフォルトかななんて、思っております。まあ、今日はこのような感じで、一生懸命中佐も、はい、先ほどの写真に戻りますけど、まあ、このような感じで朝の、そうですね、朝でも気温がだいたい25度ぐらいあったんですけど、まあ、そんな中で中佐もこの格好で一生懸命手を振ってですね、まあ、子供たちを喜ばしたと。で、あの人たちは頑張ったらニラがもらえるかもしれないんですけど、我々がもらえるのは、あの子供たちの笑顔だけです。はい、スクールバスの子供たち、あと自家用車に乗ってくる子供たちがこの中佐を見て喜んでね、はい、手を振っていくのも、これだけでも十分ね、中佐、はい、嬉しかったですよね。疲れも吹き飛びます、うん、反面、反対側にいる人たちはもうみんな眉間にシワを寄せてね、はい、あの拳を振り上げて、はい、怒ってないと生きていられない人たちなんですかね。そうですね、はい、はい、いやもう本当にもうどうしようもないでございます。お、アメリカンキッチンですか、なんか聞いたことありますね、はい、森の熊さん、いや歌うにも近所やっぱり朝静かですから歌って迷惑かけるわけにもいかないですよ。そうですよ、ブラックストーンさん眉間にシワですよ、はい、はい、そんな感じで今日はね一日このような感じで、楽しませていただきました。これ結構大きいですよ、皆さん。いや結構でかいこのぬいぐるみですね。まあ中佐もまた、あのちょっと夏は難しいかもしれないんですけど、はい、あのまた涼しくなるとこれで出没すると思います、はい、まあ、暑い時にはあの変なレオタードに仮面をかぶる方が出てくるかもしれません。あの こういうやつね、はい、あ、それと今日私があの遅れた理由をちょっとお話をしたいと思いますけど、今日の放送データ USB に入れようと思ってちょっと、自宅に寄ったらですね、私の白黒の秘書が飛びついてきたんですよね、はい、あのお帰りなさいって言ったらもう尻尾ふりふりで私に飛びついた。するとですね、今日私があのハートクリーンで着用していたあの水色の、ね、バンダナジュゴンのシャツ、それにまさにファンキーなシミがついたんですよ、べったりと、はい、チョコレートのような。でもうすぐ私何か分かったんですけど、こいつぶん殴ってやろうと思って下を向いたらですね、もうベロを出して目をキラキラさせて体を揺すってんですよ、こうしてですね、怒れませんよ、ね、だからもう時間もないし、もう上着を脱いで今日タンクトップ1枚ですよ今日。それで今日ちょっと5分ほど、まあ、遅れてしまいましたけど、まあ、私の秘書の、不始末
まあ、本当に粗相がございまして、今日は5分放送が遅れましたので、心よりお詫びを申し上げます。はい、ただ謝罪はしますけど、賠償は致しかねますので、はい、いつか私の秘書に会った時にモフモフして、ね、お仕置きをしてやってほしいと思います。彼にとってのお仕置きはモフモフでございます。すごい喜びますので、ぜひ皆さんいつか沖縄来た時には芝居でやってくださいね。はい、ということで中佐、はい、明日は中佐またどのような予定になってます？明日はなんかラジオに出るらしいですね。そうですね、はい、ラジオの収録がありますね。はいはいはい、それ以外はまあ比較的のんびりとした時間になるかと思うんですが、はい、またどこかに出没するかもしれません。はい、はい、まあまさかあの熊をつけて辺野古に行くとは思えないんですけど、辺野古でも誰もいないそうですからね、意外と面白いかもしれないですねいいかもね、中佐ね。そうですね、辺野古のテントをこの熊で行ったり来たりするっていうの、でも途中で熱中症で倒れそうな予感がしますから、はい、いや、コシさんその通りでございます。はい、犬ではございません、秘書でございます。秘書、毛深きも、灼熱の吐息を吐く愛しき秘書でございますので、はい、もうモフモフ、私の秘書本当に悪気はございません。私のことが大好きで大好きで仕方がないというか、ドンっていう感じ、肉球で、はい、飛びついていただきました。本当に嬉しい限りでございます。はい、ということで明日もまた中佐ね、はい、いろんな話題を、拾ってきまして、はい、皆さんにお届けをしていきたいと思います。まあ、今日の、中佐と私の、釣りのリベンジはもう大成功でしたね。はい、魚群探知機にもピキピキと反応がありましたし、はい、ね、本当はこっちとあっち側で分かれてやるはずだったの、向こうから近づいてくるし、はいはい、本当に笑いました。はい、で私たちの行動が一切やっぱり秘匿されていて、彼らに一切やっぱり探知されなかったっていうのも非常にいいことだなと私は思っております。これからも思いっきり私の Facebook ではブラフも含めまして、ガン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 彼らを惑わしていきたいと思います。はい、それを本物と見るか、それともフェイクと見るかはやっぱりこのオキパヨ、はい、ピキピキの皆さんの腕の見せ所っていうところでございまして、ただね、守る側は攻撃、まあ、攻撃っていうかエントリーする側に比べますと本当に数十倍のやっぱり進路と時間を費やします。次私たちがどこに現れるのか、ぜひね、予想していただきたいと思います。もしかすると、はい、明日はまたどこに彼らの目の前に現れるかもしれませんよ。はい、ということで中佐、今日の放送本当にね、今日はい、なんかあと2点よろしいですか。はい、いいですよ。はい、今日の総括といいますか、思ったことといいますか、あれですけれども、彼らがこう最初は対岸に固まってたんですね。で、渡ってきたと思ったら警察に戻されるっていう感じで行ったり来たりしてたんで、渡ってこないのかなと思ったんですけど、ぐる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 回り出してですね、ああ、やっぱり来るんやと思ってたんですけども、まあ、その時に沖縄を返せって歌ってたんですね。そしたら源ちゃんが怒ってですね、沖縄をどこへ返せってんだよって怒ったらですね、一人だけ反応してですね、沖縄にだよとかわけのわからんこと言ったいって言ってたと沖縄を返せって沖縄に返せってどういうことやと思ったんですけれども、それと二つ目は国旗を形容しながらふと思ってたんですけれども、まあやっぱり彼らには全く国旗を形容する人を見たことがないんですね。ないですね、確かにね。はい、で本来左翼も右翼も、まあ、保守も革新もですけども、国のために良かれと思うことを、まあ、提案していくっていうのが正しい姿だろうなと思うんですよね。でそこにはやっぱり国旗をちゃんと形容するのが、まあ、外国では普通なことだと思うんですよ。保守だろうと革新だろうとですね。でも彼らにはそれがないってことを考えると、まあ、彼らがどういう立ち位置の人間かというのがよくわかると思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで中佐、今日もね、いろいろ素敵なお話をいただきましたありがとうございます。でも本当に中佐のお指摘の通り、この国のことを本当に思って行動してるんであれば国旗を上げるはずなんですよ。ところが彼らは決して国旗は上げません。
まあ、せいぜいレインボーの旗あげるぐらいですかね。まあ、そういったのを見たときに、この人たちは国のためっていうよりはもう自分たちのためにやってるんだなっていう、残念に思っております。まあ、このような形で、まあ、沖縄の現状というのをね、これからもどん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 やっぱり発信をしていきます。まあ、職場組の方も中にはいるかもしれませんが、これが沖縄の現実です。こちら現実をね、曲げて伝えることはいたしません。そしてこのね、彼らの行動が素晴らしい行動なのか、それともおかしいのかは受け手側に判断は委ねられております。ぜひ皆さん一人一人が今日の映像を見てですね、この沖縄の平和運動、本当にこれで平和になるのか、よく考えていただければなと思っております。ということで、中佐どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ということで、今日のボギーチャンネル、これで終了させていただきます。皆さんの最後までお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。チャンネル桜の、放送時間と全く同じ54分、そして桜以上のコメントをいただきました。まさに中佐の熊効果だと私は思っております。中佐どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、また明日中佐の方また出演しますんで、お会いしたいと思います。ごきげんよう。